こんにちは。税理士中小企業診断士の平川です。ここでは経営者が知っておきたい資金繰りの基礎についてお伝えいたします。今回お伝えする項目は3つあります。まず1つ目、なぜ資金繰りが重要なのか。2つ目、なぜ資金繰り表は必要なのか。3つ目、利益と手元資金がずれる原因について。この3点について本日お伝えしたいと思います。今回の内容は資金繰りに関する総論とお考えいただいてご視聴いただければと思います。ではまず資金繰りの重要性についてお話していきましょう。こちらに資金繰りチェックリストを用意いたしました。皆さんで一つ一つチェックをしながら確認していきたいと思います。今自社がどういう状況にあるのか、10項目を通して見ていきましょう。1つ目、売上高が急増している。急増している場合はチェックを入れる。2つ目、月々の返済額を把握していない。3つ目、在庫を多く抱えている。4つ目、掛け代金の回収を細かく把握していない。5つ目、経費や仕入れは現金払いが多い。6つ目、領収書をもらわないことが多い。7つ目、税金を滞納することがある。8つ目、借入利息が課題になっている。9つ目、取引先の経営状況を注意していない。最後、銀行借入れの方法がわからない。以上、10個の項目に分けてチェックリストを用意していますが、このうち3つ以上チェックが当てはまる方は要注意です。おそらく資金繰りが苦しい、資金繰りに悩まれていらっしゃるのではないでしょうか。それぞれ原因はあります。売上が増えれば経費も増えます。また仕入れも増える可能性があります。月々の返済額を把握していない場合、最終的に利益から返済をしなければいけないんですが、キャッシュフローが分かっていないということが考えられます。3つ目の在庫を多く抱えている場合というのは、お金が寝てしまっていることが考えられます。4つ目、掛け代金の回収を細かく把握していないというのは、取引先のには請求はしているんですが、入金までそこまで管理していない場合ということになります。そうすると請求はしたものの、入金がいつまでたっても入ってきていないという状況も想定されます。5つ目は経費や仕入れが現金払いが多いというケースですけれども、こちらも出金が先に立ちますので、資金繰り自体は苦しくなる傾向にあります。6つ目、領収書をもらわないことが多い。こちらもお金としては支払っているけれども、領収書をもらっていないので経費として落としていないということが考えられます。そうするとキャッシュアウトしてますが、手元にはお金は残らない、利益が減っていないということになります。なので税金を滞納することがある。税金を滞納すると延滞税等の利息が非常に高いです。ですのでそうした無駄なお金を払っていないかということですね。8つ目の借りリスク、これも借り金が課題になっていないか、銀行との条件変更できていないかというところがチェックポイントになります。そして9つ目の取引先の経営状況を注意していない。取引先がもし倒産もしくは支払いをしてくれないとなれば、こちらも資金繰りを圧迫する大きな原因になります。そして最後は銀行の借り入れの方法ですね。こちらに関しても、銀行と上手にお付き合いをする、きちんと借り入れをして返済をしていくという方法について理解をしていないと、会社が大きくなればなるほど運転資金は必要になりますので、資金繰りが苦しくなる傾向にあると思います。これら10個の項目について今後お話等をしていきたいと思いますので、ぜひご視聴いただければと思います。まず資金繰りとはについて確認していきましょう。資金とは、事業の経営活動にあてる目的で保有する貨幣または貨幣に換えられる金融資産のことと定義します。つまりお金ですね。手元の現金、また通帳に残っている残高になります。資金繰りとは、
事業収入と支出を管理して収支の計算をすること。つまり収入と支出、この差額を計算するということになります。お金の出入りです。大事なことは、資金繰りにおいてまず手元資金が今いくら残っているのか、なぜ今この金額しか残っていないのかという分析になります。そして今後手元資金がいくら残るのか、未来について考えていく必要があります。その過去と未来を分析して、今できることは何なのか、今すべきことは何か、これを明確にすることが資金繰りを正しく把握することにつながると思います。2020年新型コロナウイルスの影響で資金繰りが苦しくなった方も多いと思います。こうした先が見えない時代だからこそ、きちんと資金繰りを把握していきたいと思います。また実際2020年2月から5月にかけて今まで行っていたビジネスモデルの変更を余儀なくされた会社様も多いのではないでしょうか。その結果、手元資金が足りない、それを実感された経営者の方もいらっしゃると思います。もし手元資金がなくなれば、取引先へお支払いができなくなります。また頑張って働いてくれているスタッフへの給与もお支払いできない、税金も滞納してしまう、銀行からのお返り入れも返済が遅れてしまうということが起きます。こうしたことが続いてしまうと、信用が落ちてしまいます。また手元にお金がなければ、冷静な経営判断はできません。打つ手がすべて後手後手になってしまいます。その結果、どうしてもいい商品、いいサービスというのを提供することが難しくなり、一層悪循環に陥ってしまいます。そうすると最悪の場合、倒産のリスク、廃業となることも考えられるのです。ですので、資金繰りをきちんと把握するということは、過去、未来、現在を把握するということにつながりますので、ぜひこの講義を通して一緒に学んでいければと思います。続いて、なぜ資金繰り表が必要なのかについてお伝えします。結論から申し上げます。利益と手元資金、これがイコールにならないからです。つまり利益があってもお金がないという状況、ここが問題なんです。よく私のご依頼者様からご相談いただく件でも、決算は黒字だけどもこんなにお金がないよ、そう相談される方が多いです。そのため決算書だけでは経営判断するには限界があるんです。したがって決算書は決算書として確認する、そして経営に大事なお金の流れ、つまり資金繰り、これについてきちんと把握しておくのが重要になってまいります。先ほどありましたが、資金繰り表とはお金の収支、収入と支出を表す表のことです。企業経営における資金というのは、人間における血液に例えられることがあります。ですので、資金繰り表を把握するということは、いわば血液検査を受けるとご理解いただいてもいいと思います。体調が悪いとき、血液検査、健康診断を受けるのは当然だと思います。その資金の流れ、これが止まってしまえば、会社も事業として縮小、停止ということになっていきますので、資金の流れを見える化し、早期に原因を発見すること、そして早期に対策を打つこと、これが最も重要なことです。この早期発見、早期対策ができている会社かそうでないか、今回の新型コロナウイルスにおいても如実に現れていると思います。ですので経営者の皆様にとりましては、資金繰り表、今一度学んでいかれてはいかがでしょうか。ではその資金繰り表の具体例についてですが、詳細は別の講義とさせていただきますが、具体例をご覧ください。一般的な資金繰り表は多くの場合このようなケースになっています。左から右にかけて時間軸です。この例では2020年7月から2020年12月です。
そして縦軸は手元現金から収入と支出を引いて差し引きの株足額を出します。そこから借入金の入金借入の返済を引いて手元資金を出すと。つまり非常にシンプルなんですね。収入と支出、本業で得た収入から本業で支払った支出を引いた手残り、そこから借入金の入金と返済を考慮するというだけです。ですのでシングル表について難しいとお考えの方はぜひチャレンジしていただきたいと思います。最後、利益と手元資金の原因のズレについてお伝えします。そもそも利益とは何か。利益というのは売上から経費を引いた差額になります。ですので通常は利益と手元資金というのはイコールになると考えられる方が多いと思いますが、ここにズレの原因があるんです。ではズレの原因はどこにあるか。4つ原因があります。1つ目が掛け取引です。2つ目が借入金、3つ目が在庫です。4つ目が固定資産。この掛け取引、借入金、在庫、固定資産、4つのズレの原因に関しては経営者の皆様にとりましては必ず押さえていただきたいポイントになります。細かく言いますと他にもたくさんあるんですが、まずこの4つが利益と現金がずれる原因なんだということを把握していただければと思います。では一つずつその内容についてご説明いたします。まず一つ目の掛け取引です。売上を認識するタイミングは商品を引き渡したとき、それとも入金したとき、どちらでしょうか。よくご質問にある内容として、入金のときに売上を上げている、入金のときは売上だというふうに考えられている経営者の方がいらっしゃいます。実はそれは会計学では誤りとなります。商品を引き渡したとき、このときに売上が計上されます。例えば月末商品を郵送します。入金は翌月末です。その場合売上というのは今月請求していますので、商品を引き渡しますので今月の売上になるんです。ということは例えば6月に100万円売り上げました。入金は7月末です。ですが売上になるのは6月の売上になります。従いまして6月の末時点で考えると売上100万円経っています。しかし手元現金はありません。なので利益にはなっているけども手元資金にはなっていない。ここにズレの原因があります。これは仕入れの方も同じ考え方です。賭けで仕入れて支払いは翌月末の場合、まず経費として立つのは発生したタイミングですので、6月末で仕入れたタイミングが経費計上のタイミングになります。支払った時ではないというところがズレの原因となる。ここをまず押さえていただければと思います。2つ目の借入金の収支です。借入は結論から申し上げますと負債になります。ですので返済義務があるものです。銀行からお借り入れをしたとき入金にはなりますが、これは売上にはなりません。あくまでも借りたものです。ですので借りたものは返さなければなりません。ですから銀行からお借り入れをしたとき入金のときには資金は増えますが売上にはならない。同じように返済をしたとき、これもキャッシュアウトをします。現金が出ていくんですが残念ながら経費にはならないです。よくこちらもご相談があります。今の利益から借入金をこれだけ返済しているから最終的にな利益はこれだけ減りますよねと経営者の方にご相談されるんですが、残念ですがお借り入れした時も売上になっていませんよねと。ですので借り入れを返済された時も残念ながら経費にならないということになります。ここも利益と手元現金がずれる大きな原因の一つです。ただ利息に関しては自己が負担するものですので経費として落とすことが可能です。3つ目、在庫によるずれです。在庫も結論的に申し上げますと売れるまで経費には
ならないんです。しかし代行の場合、お金は支払っています。先に仕入れていますから。ですがそのタイミングでは経費にならない。売れた時に初めて原価として経費と計上することができます。ですので在庫になる期間が長いビジネスの場合、利益とキャッシュのズレが大きくなるケースが多いです。ですのでこの在庫がいかに残っているか、これを処分するかというのが非常に重要なポイントになります。4つ目、固定資産のズレです。例えばパソコンを20万円で購入した場合、買った時に20万円現金支出は出ます。しかしパソコンを1年で使い切るということはありませんので、会計上は減価償却という考えで価値を一定年数に応じて経費計上していくということになります。パソコンの場合4年となりますので、スライドの通り20万円割る4年ですので、1年あたり5万円ずつ経費で落としていくということになります。そうすると1年目で20万円キャッシュアウトしているんですが、経費で落ちるのは5万円ずつということになります。ですので利益と手元資金がずれていくという原因になります。以上4つの原因をお話ししました。利益と手元資金がずれる、ここに関しては今一度ご確認いただきたいと思います。利益があってもお金がない、それはなぜか、4つの原因についてご確認いただければと思います。以上まとめとなりますが、資金繰りの重要性、資金が止まれば事業も止まってしまいます。信用も落ちてしまいます。打つ手もゴテゴテになってしまいます。ですので資金繰り、こちらをまず把握することを最優先にしていただきたいと思います。2つ目の資金繰り表を作る理由、利益と手元資金がずれている、その状態で経営をするというのは非常にリスクです。自社のお金の流れを把握するために資金繰り表を作成するようにいたしましょう。最後、なぜ利益と手元資金がずれるか、4つの原因ご確認いただけたと思います。この4つの原因に対する対策はまた別の講座でお伝えしますので、ぜひ合わせてご視聴ください。以上で経営者が知っておきたい資金繰りの基礎について終わりにしたいと思います。ご清聴大変ありがとうございました。